車の運転で大体その人の性格が出る。はい、秀吉です。どうも。車の運転でその人の性格が分かっちゃう。 これ本当。すぐイライラする人はこう運転でこうイライラ出ちゃう。でこうちょっと遅い車がいるとこうイライラしてすぐ抜かしちゃう。こうね、いろいろ性格出ます。これ車の運転分析してみてください。 はい、今日はですね、オフトレ、リフトレ、もうシーズンも終わってですね、後輩、リフトレでございます。イメトレ。 イメトレやっていきましょう。はい、もうシーズン終わってこう家でね、毎日リフトレ、イメトレやっていきましょう。これ今日はですね、ヒールサイド攻略というね、をやっていきたいと思うんですけど、ヒールサイドイメージですね。踏み方というところをちょっとイメージでこう家でこうね、リフトレこう、はい、イメージでやっていきましょう。 で今日はですね、こうヒールサイドなんですけれども、ヒールサイド、はい、この部分踏み方のところをちょっとやっていきたいと思うんですけれども、ちょっとすいませんね、そのまま見ますね。こう、はい、普通こうパー、こうヒールサイド、こっちに向こう側にこうグッと踏むのではなくて、向こうに、僕の別動画でもあるこう後ろ足をですね、普通にこう行くのではなくて、この後ろ足をですね、後ろに乗るイメージでこうリンアウトで、これギューッとこうではないです。キュッと後ろ足を後ろにこう乗る、ね、こう壁使って、はい、壁使ってこう OK です。いきましょう。ちょっと見にくいですかね。はい、これで、ね、こんな感じで、はい、後ろの足をキュッとこうで、はい、こっちじゃないです。こっちに踏むのはやられます。バッバッバッってやられます。キュッとこれでこう、はい、こうですね、イメージして、はい、後ろに乗る、こんな感じで、はい、やってみてください。これ、はい、結構ですね、これやるとですね、こう、これだけでもこうわずかなこうですね、はい、リクトレでやってるだけでこう結構この、はい、太もも筋肉使います。 はい、あ、筋肉ここですね、キュッと、こっちじゃないです。こう後ろにこう、はい、畳んでこうリンでリンアウトを意識して、まあ、目線もね、こう今はこっち向いてますけど、目線をこっちでね、こう意識して、はい、これこうギュッと、はい、はい、偉い、しんどい、しんどい。 これですね、こんな感じでですね、こう、はい、グッと、これ、はい、わかりますかね、ギュッと、こうじゃないです。後ろ、こんな感じで、はい、やってみてください。こんな感じでですね、はい、こんな感じで、リクトレ、家トレ、こう、まあ、シーズン4あってもですね、こうイメージでですね、はい、できると思いますんで、はい、やってみてください。ここね、ぐっと、はい、踏む感じのこうトレーニングですかね、踏み方のですね、練習でこう、はい、ギュッと、こうじゃないです、こうじゃないです、はい、こうじゃないです、こうじゃないです、キュッと、残りいいよ、はい、やるとですね、こう、この、はい、具合がこう分かるんじゃないかなと思いますので、はい、ですね、ぜひですね、このシーズンね、シーズン終わってもですね、こう家トレ、陸トレ、こう毎日こうね、イメージを、はい、例えばこうね、わずかな時間でですね、こうイメージをこう、キュッとね、後ろに乗るイメージ、やってみてください。 はい、この日々のね、積み重ねがですね、こうやっぱりシーズンインした時に絶対変わると思いますんで、はい、陸トレ、やってみ、イメージ重要です。 はい、イメージ、フォームイメージもですね、こうね、鏡ながらフォームイメージ、は
ホームイメージ作ってみてください。はい、いつもね、動画の見てくださる方、いつもどうもありがとうございます。はい、Twitter もですね、サボリーマン秀吉部長でですね、社畜関連職の僕がですね、いろいろ真面目な投稿しておりますので、よかったら覗いてみてください。はい、いつもですね、動画見てくださる方、いつもありがとうございます。